それもいいと思うよ。またなんか芸がないわね。そんなことないって。してないこととかあると思うし。ま、いいけど。水着も一回だけじゃもったいないしね。ほんならみんなで山にキャンプに行くか。話し合ったこと完全無視じゃない。あ、いや、それはな。この後に及んで言い訳なんて見苦しいわよ。ちゃうねん。やな、そうやねん。せやけど自分らが盛り上がってるところに水を差すのも悪いと思うてな。常連のお客さんにキャンプ場を持ってる人がおってな。なんつうの？約束？そういうこっちゃ。他の案はまた今度の機会に考えとくから。前と同じようにまた明日の朝ここで集合でええか。ええ、いいわよ。遅れないでよね。特に日向。うわ、あんた寝坊とかしないでよね。持っていくものとかあるかしら。な、いや、ある程度は向こうで用意してくれるらしいから。それに食材は俺が用意するから、個人的に必要なもんだけ持ってきてくれや。
オッケー、わかったわ。それじゃ、また明日ね。トバリちゃん、また明日ね。明日ね。バイバーイ。ええ、それじゃあね。おう、ほなな、お疲れさん。ミド、バイバーイ。お疲れ様でした。ごちそうさまでした。Thank you.
もう入るの？うん、お風呂は入れてくれたんだよね。うん、ご飯の間に沸かしておいたけど。それじゃあお兄ちゃんお願いね。ご主人様、お風呂に行ってくるね。ひなたちゃん、みわちゃん、おはよう。おはよう、ひなたちゃん。朝ごはんはちゃんと食べた？うん、おいしかったよ。ありがとうね。かわいそうかなって思ったからね。大丈夫だったよ。ぐっすり眠れたから眠くなかったし。それに私、朝はすっごく強いんだから。
私が好きでやってることだから。でもでもご飯すっごく美味しかったよ。ありがとう、ひなたちゃん。おはようさん。いや、昨日も店に泊まったね。なあ、それはさっき車を借りてきたからな。おう、そうやで。さすがに大荷物やからな。ほんで借りてきた車を向こうの方に移動してきたんや。ちゅうわけで、ひなたにみわちゃんもおはようさん。おはようございます、みどさん。おはようさん、みわちゃん。忘れ物あらへんか？ええ、大丈夫ですよ。任せてください。頼もしいこっちゃな。どないしたんや？ひなたちゃん？ひなたちゃん、車ダメなの？ああ、さよか。一応、揺れの少ない車を借りてきたんやけどな。
さて、ほんなら問題も解決したところで。あら、もうみんな揃ってたのね。みんな、おはよう。おはようさん、とばり。大丈夫よ。必要なものがあれば途中で買えばいいでしょ。まあ、これで全員揃ったな。そうね。はい、大丈夫です。ご主人様、シュワシュワ忘れないでね。ほんならキャンプに出発や。ひなたちゃん、大丈夫？ほら、着いたよ。あ、そうね。ひなた、大丈夫？うん、大丈夫だよ。シュワシュワのおかげだね。よかった。それにしても単純よね、ひなたは。なかなかいい感じのところじゃない。どうやら気に入ってもらえたみたいやな。あー、ほんまやで。さて、荷物を車から下ろそうか。シャワーとかがないのがちょっと気になるけどね。ダメだよ、こういうところにシャワーとかあったら雰囲気が台無しだもん。何よ、それじゃあミアはシャワー浴びたくないの？え？それは確かにあった方がいいけど、でもまあ、言いたいことはわからないでもないけどね。あの子みたいに純粋に自然を楽しめるってのもわかるしね。ご主人様、すっごい広いよ。誰か荷物下ろすの手伝ってや。
昼だし。お昼とかどうするの？その通りやで。もちろんメニューはカレーやからな。自分たちで作るのね。オッケー。カレー作るの？うん、キャンプと言ったらやっぱりこれだよね。あ、でもひなたちゃん、それまで我慢できる？他の材料も用意してあるから。わかったわ。
水か？それなら俺が持ってきたやろ。ああ、なるほど。確かにそうやな。ほんなら、俺は水を探すか。自分はみんなを手伝ってやりな。大丈夫やて。それにこういうところに来たらやっぱ冒険やろ。ちゅうわけで俺は探索に出てくるで。あとは任せた。